はい、じゃあよろしくお願いします、えー。今回は高校受験対策の関数シリーズ第55弾やっていきましょうで。数字はね、54、55っていう続きになってるんですが、ここから2021年のスタートとなります。本年もどうぞよろしくお願いいたします。で今回は問題3問ありますので、まず1回動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。でやってもらった後にわかんなかったり、不安なところがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな では早速ねいつも通り画面下げて解説始めていきますのでどうぞよろしくお願いいたしますそれじゃあ下げますねお待ちくださいよよっほっもうちょいよしそれでは今年も頑張っていきましょう ではですね、まず、まあ、いつもね、ここまで連続で見てる方も、今回初めて見る方もいると思うんですが、え関数の問題っていうのは、例えば、y イコールホニャララ x 二乗とか、a の座標がいくつですって問題文に書いてあるんですよね。でその書いてある情報は、基本的に、この図の中に移しちゃってください。なんだっけなんだっけってチェックすると、時間もったいない。ロスしちゃうんでね。例えば、今回、この下の関数は、y イコールマイナス四分の一 x 二乗と。 3番のこっちの時も共通なので書いておきますもちろんね頭であの覚えてるからいいよってことは書かなくてもいいんですよ別に絶対やれってわけじゃないんですけどやった方が分かりやすいとは思ってますで A と B の座標も書いてあってこれが4のマイナス4でこっちがマイナス2のマイナス4か,か同じね高さ的にはまっすぐ横の線になるとここも4のマイナス4と。 マイナス二の、えー、マイナス四、まあ、こんな感じで書き込んでおいてください。あとはオッケーかな。で、一番は変域の問題です。まあ、これは別にここの図は使わないんですが。ただ、変域ね、もし、あの、こういう問題じゃなくても、普通に単、単品というか。あの、刺繍シリーズに出てくるような時にも変域出てくるんですが。えっ、ー、と、慣れてない、慣れて前、かみかみ、慣れるまではですね。変域は必ず図を書くようにしてください。自分でね、図を書くんです。 で、どういう図を書くかっていうと、今回使ってるのは、えっ、ー、と、y イコールマイナス4分の x2 乗っていう二次関数。そして、x の変域がマイナス6から1ね。こうやって変域っていうのは関数と x の変域がこうやって与えられます。その時の y の変域を出せって言われるの。で、作図は何を書くかっていうと、あの定規なんか使わなくていいからね。 で、このも、マイナス4分の1 x 二乗って下じゃないですか。だから、下に関数かけるように、X 軸 Y 軸こんな感じで書いて、下だから、ま、こういうふうに、下のやつを書いてください。本当フリーハンドでいいから。で、これを、下なのに、上書いちゃダメだよ。それはダメだよ。そこまで適当じゃダメだけど、これがあってれば平気。で、自分がよくやらすの、やるのは、X がマイナス6と1なんです。使う場所。マイナス6って、まあ、ま、マイナスのこの辺かなで、1って、ま、この辺。 するじゃんそこから今下にあるので打ち下げ花火を打ちます。まあそんなもんないけどね。上だったら打ち上げ花火を打つんだけど打ち下げます。トン,トン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 って言ってぶつけに行くの。トントンぶつけに行きます。で今マイナス6から1はどういうことかっていうとこのマイナス6から1の打ち下げたぶつかったこの部分しか使わないよって言ってる。ここまでやんなくていいけどもし慣れるまでは消しゴムで消しちゃってもいいです。残りの部分。みんな書いたやつね。 ここしか使いませんって。で、y の変域を答えるときにやることは書き方ね。答えはこう書きます。x と同じように。ここに数字が入る。で、何を見るかっていうと、今残ったこの関数あるよね。この部分の一番高いところと一番低いところはどこですかって話。え一番高いところと一番低いところだよ。で、今一番低いのはここだよね。ここ。 ってことは、ここの、ここの y 座標、ここが欲しいんです。じゃあこれどう出すかっていうと、これってさ、マイナス6の時の打ち下げたやつでしょ。だから、関数のここの x にマイナス6を代入するんです。そうすると、y イコールマイナス4分の1かける x の2乗。つまり、マイナス6の2乗です。これ、ちょっと気をつけなきゃいけなくて、こうね、カッコ使うから、マイナス6の2乗。これは、 カッコ丸ごと2個分。つまり、マイナス 6× マイナス6って意味です。だから36になります。こうやって。で、これ、約分すると、マイナス9。つまり、ここマイナス9なんです。いいで、もう1個。一番高いところはどこって。で、これよくミスるのが、ここっていうね。やっちゃう。これミスです。どこかっていうと、もっと高いのは、ここにあるから。原点通ってるからね。ここじゃないと。つまり、0です。一番高いところはね。 一番低いところがマイナス9。一番高いところは0。それを一番低いところ、一番高いところを書けばいい。これで終了。これが変域のやり方です。だからさっき慣れるまではって話をしね、かみかみでしたんだけども、慣れるまで、慣れてしまえば頭の中でできるからこれ。もちろんできるなんだけど、強制じゃないからね。毎回書いて全然いいんだけども、慣れるまでは絶対書いてください。ミスが発生するから。いいかな。変域はこんな感じでやってもらえたらと思います。 で、次がね、ちょっと特殊なんだよね。あの、P が X 軸の方が、ここな、あの、動いてる。で、その時に三角形 PAB が二等辺三角形になる P っていくつあるでしょうかって。そう、座標を求めようじゃないんだよ。いくつあるって。で、この問題ね、三角形の話だから関数ちょっと関係ないので消しちゃうね。多分消した方がわかりやすい。この問題は。で、えっと、引くか。ここにさ、ま、真横の線として AB があるわけよ。 で、P がこの上走ってて、その二等辺三角形作りたいと。で、多分一番分かりやすい二等辺三角形って、この真ん中よね。この辺かなここ。長さ一緒したら二等辺三角形でしょだからここも POK、OK、なわけよ。多分ここは気づきやすいの。じゃあ他にないかなーって考えるわけ。で、その時の考え方としては、二つ、二等辺だから、二つの辺の長さ一緒にすればいいでしょで、今、こことここ。新しく書いた辺を一緒にしたんだけど、じゃあ、 ここの辺と同じ長さを作ればいいかな。つまり、ちょっと長いよね。こういう感じかな。ってすれば、ここにも同じ長さを作れば、これも二等辺三角形ちょっと俺の図が下手だからごめんね。これでもいいと、P。で、もっと言うと、ちょっと色変えるね、相手。ここと、こっちに同じ長さを作って、 ちょっと伸ばしちゃうよ。こうやってやっても二等辺三角形作れるよね。あ、これでもいいじゃんっていう。ってことに気づければ、それ反対側に作ればいいよね。またね。つまり、丸をね、こっちにも丸を作る。こうやって。こういう感じ。ここに丸作って、丸と丸に作ると。で、その四角の方。四角と、ちょっとあんま行かなかったな。 ここね。四角と四角で作って二等辺も作れると。つまり、P は 1, 2, 3, 4,、1,2,3,4,5<え>。5通りある。だから、いくつありますかって聞かれてるから、答えは5つと。これで終了です。今まで効率の過去問結構解いてきたけど、ちょっと特殊かも。このタイプの問題は。そう。でも実際出されてるからね。だからみんなの都道府県で、今まで出たことないかもしれないけど、今年は出ないとは保証ないでしょ だからぜひこういうタイプの問題も覚えておいてください。さあ、えー、本番本番っていうか今回のねボスでございます。まあ、有名な面積の問題です。で、ちょっとね追加されます情報が。関数上にもできてるでしょ。で、それも書いておきましょう。下はね、さっき書いたんで、上の関数、こいつが y イコール、ちょっと消しますね。イコール ax2 乗です。で、当然上にあるから a は正ですね。プラスの数になっておりますと。 で、その時に、えっ、ー、と、グラフ上に X 座標がマイナスである点 D。こいつ。こいつの X 座標はマイナス3。でも Y は言ってくれてません。ただ、座標が片方出た瞬間にもう一個も書き込めます。だって代入すればいいんだもん。いい関数っていうのは、その座標ね、点が関数に乗ってれば代入 OK です。だからマイナス3を X でしょ ?X マイナス3をここに入れちゃえばいい。 そうすると、y イコール q a になるから、y は q a つまり y 座標 q a ですよって言ってる。こうやって置いていくの。だから間違ってもさ、d ってこいつの上に乗ってるでしょマイナス3をここには代入できないの。だって乗ってないから、ここには。その関数の上に乗ってる。ちゃんとあるんだったら代入していいよっていう。これは使ってってください。で、もう一個が p ここにね、p がひょろっといます。で、こいつは x 座標が4ですね。 4。で、ま、あ X 軸乗ってるから0ね。4の0となりますと。で、この時、この四角形 PABD、ここね、PABD が、面積50になるために A はいくつでしょうかっていう問題です。でですね、ここにちょっとポイントを書きました。四角形の面積はホニャララ、ホニャララとの平行線を探すと。で、これは絶対的な条件ではないんですけど、四角形の面積が出てきた時は基本的にこの発想を持ってください。この2個。大事だから。 で、まず1個目。四角形の面積は、とにかく切る。切りに行ってください。なぜかっていうと、四角形。どんなものでも、まあ切り方いろいろあるけど、切れば三角形三角形にできるから。基本的に面積は三角形の方が楽なんです。そこの図形上ねあ。ごめん、えっと、関数上だと。で、四角形がさ、正方形とか、長方形とか、台形とかだったらいいよ。別に。平行四辺形もそうだね。いいんだけど、 こういう風にちょっと斜めになってるわけ。これがまっすぐ縦だったらさ、これ台形だからやりやすかったんだけど、うわーちょっとめ、スパッとね、公式使えないじゃん、この四角形ってなった時は切ります。切る。で、その切り方としては、四角形ってさ、対角線上に引くから、こう切るか、こう切るか、あと関数ちょっと独特なんだけど、軸で切るっていう。今回実は違うんだけどさ、もうと余談になるけどちょっとみんなに見てほしい。あのね、 例えば、関数あるじゃん。で、えっ、ー、と、なんかね、座標があって、じゃこの四角形。この四角形の面積求めなさいってなった時に、これ、さっきみたいに中で切るよりは、軸のここで切っちゃった方がいい。こうやって。Y 軸で切る。そうすると、左側の三角形と右側の三角形の面積出しやすいんですよ。なぜかっていうと、ここ。これが底辺になるから。 で底辺になれば高さはここだし、高さはここ。つまり座標がそのまま使えるようになるんだよね。だからやりやすい。つまり軸で切るってこともよく使う。ただ今回は違うんです。中で切ります。で、もう一個は今のポイントにちょっと繋がるんだけど、ほにゃららとの平行線を探すっていうことで、どっちだこっちか。軸との平行線を探してください。 これは三角形の面積でも言えることなんですけど関数上で面積扱うときは基本的にまっすぐ横もしくはまっすぐ縦ここを探すのここを探すなぜかっていうとそこを底辺って置くとやりやすいから今みたいにこう切るとさ底辺がここになるでしょまっすぐ縦そうすれば高さもまっすぐ横になるから関先ってり座標がすぐ使えるようになるのね長さが出しやすい もちろんみんなは三平方の定理を覚えれば斜めになってる線の長さも出せます。出せるよ。でも斜めの部分を底辺に置いちゃったら高さも斜めになるんだよね。やること増えてめんどくさいわけ。もちろんそうやらなきゃ解けないものでもある。あるけども、基本的には切って軸を使って底辺と高さ作れないかなっていう発想を持ってください。そうすると楽ができるし、あとは基本的に効率の入試だレベルだったらそれでいけるものがほとんどだから。 ほとんど。うん、でも多い。<laughs> ちょっと、ちょっとごまかしたけど。でも多い、実際ね。じゃあ、今回どう切ったら楽かなって考えます。で、実際四角形こうだから、切り方はこう切るか、こう切るかなの。いい。こう切るか、こう切るか。どっちだと思うこれ解けなかった問題も考え、みんなも考えてほしい。こう切った方が楽なのか、こうなのか。これ意外と間違いやすくて、多分ね、こっちで切ろうとすること多いと思うんだ。なんでかっていうと、ここ切ったらさ、この三角形楽じゃない あって、お、まっすぐ横、まっすぐだってあるじゃんってなるわけよ。でも、上の三角形がめんどくさいの。ここが。こっちが。ただ実際ね、この三角形をもう一回軸で切れば、簡単な三角形できる、そうな気がするから、いけないことはないです。いけます、いけます。ただ、ここの座標が欲しいから、ちょっとめんどくさくなっちゃう。いいえ、切ってもう一回切るのめんどくせえな、もう一個ねえかなって考えて、こっちで切るの。こうやって。 ちょっとさ、一見ね、一見、えー、楽なのこれって思うかもしれないんだけど、これ三角形右と左に分かれてるでしょ例えば、右の三角形いきます、こっち。赤の方からね。これ、だって、まっすぐ縦あるぜ、ここに。ってことは、一個がまっすぐ縦だったら、まっすぐ横も高さを使えるってなるから、あ、いけるじゃんってなるし、もう一個の方。よいしょ。左側の三角形 もうね、わかる、気づいた方も多いと思うんだけど、ここ、まっすぐ横あるぜ。だから、まっすぐ縦も使えるから、あ、これ、まっすぐ縦と横、軸との平行線使ってるから楽に出せそうじゃんって考えてほしい。いいちょっと切りますよ、ここ。じゃあ、まずどっちからいこうか。じゃあ、青からいこうかな。これね、青ね。で、青は三角形。えー、っと、まあ、こういう感じになってるのかな今。こうなってると。 で、底辺がここです。で、高さはここの高さ。三角形だからね。高さ、ここが欲しいと。だからこの長さは分かればいいでしょう。で、まず底辺からいきます。ここです。ここ。で、これは A と B の座標が出てるじゃないですか。だから多分これ数えてもできるんですけど、まっすぐ横の線。これ覚えてね。まっすぐ横の線は、右の,の X 座標から左の X 座標を引いてください。 今はさ、4とマイナス2だから、あ、4離れて2離れてるから6じゃねってすぐ分かると思うんだよ、結構。分かる子はね。6って。ただ、文字とか入った時に、その右の X 座標から左の X 座標を引くって覚えておかないとできないんだよね。これ覚えていい。右の X 座標から左を引く。つまり6なんだけどね。で、次、高さここです。まっすぐ下ろしたここね。で、高さ、まっすぐ縦の線は、 上の y 座標から下の y 座標を引きます。上の y 座標から下の y 座標なんだろうって思うんだけど、ここの y 座標ってこいつと一緒だからね。だってマイナス4のとこなんだから全部。マイナス4ね。こう。だからこれからこれを引くんです。つまり三角形の面積いくよ。底辺かける高さ。ここで文字使います。高さはこいつからこいつを引くので、9a から4引くからまあ、 マイナスマイナス 4A だから、プラスに変わってこうなる。で、三角形忘れずにかける二分の一ね。底辺かける高さかける二分の一。これが青の面積です。で、二分の一と六、約分すると三になるから、三を配って、27A プラス十二とこうなります。これが青。文字入ってるからちょっとめんどくさいよね。で、赤いきます。赤の方は、さださささ ま、あこんな感じかな。ざっくり言うと。で、底辺ここです。まっすぐ縦のここを使います。で、高さは、ここに垂直な線作って、ここね。これが高さ。じゃ、底辺から行きましょう。まっすぐ縦はさっきも言ったように、上の Y 座標から下の Y 座標を引きます。上の Y 座標から下の Y 座標を引くから0、0引くマイナス4。つまり4だよね。ま、あこれは数えてもいけるけどね。4離れてるよな、つって。で、ちょっと伸ばしましょうか。伸ばして、ここを出したいんです、高さ。 で、まっすぐ横の線は、右の X 座標。これ今、ここ4のゾーンだからね。4、4って4のゾーンだから、ここも4です。X 座標は。4から、左の X 座標、ここね。を引,引けばいい。つまり4、4引くマイナス3だから、7になります。7。つまり、こいつの面積は、えー、ごめん、逆だった。底辺4だね。底辺×、高さ×、忘れずに2分の1。つまり、これはね、文字入ってないから、えー、14。 と出てきましたと。さあ、締めに行きましょう。何やるかっていうと、さあ言いたかったのはこれが50になるって言ってます。四角形の面積がね。つまり、こいつとこいつを足したもの、27A、ちょっと持ってくる矢印でね。27A と12と14足すから26か。これが50になりますって式が立てられるんです、これで。2つ足したものが50になると。あとは計算します。24になるから、 さあ、はい、書くか。27A イコール24。えー、両辺27で割ります。だから27分の24ってなって、3で約分すると9分の8となって、これで終了となります。で、一応 A は正ですって条件があったんだけど、ちゃんと満たしてるよね。もしこれを解いてってさ、A が9分の8とマイナス2みたいな2つ出てきちゃったら、マイナスダメじゃん。だから両方書くとバスクラウからね。 そういったものも大事なんだけど、まあ、A はね、ちゃんとプラスになってるから答えとして OK です。これが答えでしたと。こういった感じでやってみてください。まあ、あの、なんと普段ね、関数苦手で、そのさ、なんだ、面積の問題とかもさ、あんま得じゃないんだよなって思う方はちょっと文字入ってるからややこしく感じるかもしれないんですけど、まあ、これをね、完璧に解けるまで持っていけなくても、こういった四角形の面積が来た時は基本的に切ります。 中で切る。もしくはさっき書いた軸で切るっていう。で、軸との平行線。つまり、まっすぐ横か、まっすぐ縦を探して、そこに三角形の底辺とか、それを持ってくれば楽に、こうやってね。だって右から左引いたりとかさ、上から下引くだけなんだもん。それだけで出すことができるから、こうやって解けばいいんだよなっていうのを、ぜひ復習をして、自分の力でね、解けるところまで進めるようになってみてください。 では、今回はね、関数シリーズの第55弾やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。